はい、ドカティ 400SS の紹介です。はい、うちでドカティやるのはまだこれで3代目ですね。はい、というのは板車は私の趣味で入れてるオートバイだからなんですけど、この400に関してはですね、ちょっとスケールが手頃なのとですね、前々から乗ってみたくて、仕入れていました。で、レプリカ仕様になってますね。ミラーフェンダー非常にかっこいいです。ワンオフかなという気がします。裏を触ってみて、ワンオフにしてはすごく綺麗にできているので、もしかしたらこういうのがあったのかもしれないんですけど、あんまり社外品は詳しくないです。ものすごく綺麗ですね。左右とも傷はないです。で、ステッカーがいっぱい貼ってるんですね。チームポリスとかですね。これ私ネットで調べてみたらですね、もちろんこの状態で入れたんですけど、どうもですね、埼玉の方にあるデカール屋さんが、頑張ってカスタムしたようです。はい、で、フロントフェンダーがカーボンフェンダーですね。で、あと反対側にテルミのマフラーがついてます。ドカティはですね、昔はウェーバーキャブだったんですね。で、非常にその頃は評判が悪かったです。3500回転以下で回すとですね、フラグが被るとか、そういうとんでもない練習の仕様だったんですね。で、それがミクニのキャブに変わってからですね、かなり改善されたと話を聞きます。うるさいですね、うるさいです。どうしても話を知らなきゃダメだと思います。通その方は気をつけてくださいね。住宅街でぶっ飛ばしたら非常に迷惑で、バイクの印象が悪くなります。と言いつつですね、こいつはすごい音が出ます。テルミのマフラーはほとんど直感なんですね。まあ直感っていうほどでもないんですけど、まあ、レースマフラーなのでですね、かなり抜けがいいです。で、割とドカティさん、寒い日とかなんかですね、調子が悪いとかで有名ですけど、今すごく寒いです。上下こんな着込んでてもまだ寒いからです。で、まあ、触っても触れるぐらい全然まだもう冷たくしてある状態なんですけども、で今チョークオフにしてあります。チョークオフです。チョークオフの状態で、セルをしてエンジンかかるでしょうか。これは朝のスタートを想定しているわけなんですけど、やってみます。かかりましたね。アクセルは触ってないですね。ちょっと吹かしましょう。性というのはですね、ものすごく驚異的です。通常というか、まあよくありがちなパターンとしてはですね、指導し始めはですね、チョークを引いてもよくて片肺、パンパン言わせながらですね、黒煙吐きながらブーンって言ってエンジンかかると。で、あとはアクセルでそれを維持してやって、で暖気してやってから発進と、そういうような乗りがですね、ほぼほとんどです。まあ、最近のドカティは違うかもしれないですけどね、この時代のやつはまだそのキャブでもうイモビライザーとかも全然ついてないような時代のものなので、非常に毎朝安定性が悪いということで有名でしたけど、この車両に関してはそれ全く感じないですね。で、まあ、だから入れてきたんですけども、で、乗った感じなんですけど、面白いです。
あの国産車に比べるとですね、非常に前後のショックがですね、硬い設定になっているようです。なので初めて路上に出ると、非常にその鋭い回答性にですね、びっくりします。まるであの硬いボールの中に自分が入ってですね、こう自分でこうゴロ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 やってるかのようにバイクが狂っていってしまいますね。はい、で、あとは傷があります。反対側にちょっと、はい、サイトの方ですね。あ、傷があります。ここです。まずここ大きい傷ありますね、はい、ウインカーは新品出てます。であとここに擦り傷があります。で、マフラーのここにもちょっとガリ傷があります。ここにここマフラーパイプちょっとへこんでますね、はい、でこことここに傷があります。まあ転んだんでしょうね、バイクはですね、一回軽く転んだだけでガリガリになっちゃいます。で、NSR とか TZR もそうなんですけども、フルフェアリングのバイクで傷がないバイクっていうのはほとんどないです。で、しかもこれ国産車と違ってですね、 FRP で作ってますので、こけるとですね、ちょっと見た目が痛々しいというような雰囲気があります。あとタンクの発色がちょっとへこんでますね。ただまあ私自身個人的に思うのはですね、こうしたレプリカのフルカウル車というのは若干傷がある程度でもかっこいいんじゃないのかなと思います。で、実際私がですね、これに乗ってあちこち、まあ、実は乗っちゃってるんですけども、行ってますが、非常に目立ってですね、いろんな人に話しかけられます。主に男の人に話しかけられます。女の人に話しかけられたことはございません。で、しかもシングルシートなんで、タンデムも取り払われてるので非常に硬派で男らしいです。すごい乗るの楽しいですよ。なんていうんですかね、ドカティは乗りづらいんです。ハンドルの切れ角全然切れないんです。 U ターンすると大変です。で、あとですね、イタリア車なんでね、ガソリン満タンにするとこの鍵穴からこのガソリンがピュッピュ出てきますね。とか、非常にそういうところが可愛いです。で、そういうのに乗りながら国産乗ってる人に対して、ああいいね、国産は乗りやすくてね、いやー、ドカティ大変なんだよって言うのがかっこいいんじゃないかなと思ってます。まあ外車に乗るのはそれがそういう人が多いですけどね。はい、でも実際そうは言っても、手間がかかる場所なんて結構小さなところです。今言ったようなところぐらいです。で、基本的に私エンジン状態が良くないと入れません。このドカティですね、変な煙も吐いてなければ、発電不良とかもないですし、走行に関して言えばですね、ほぼ完璧ですね。下手な国産車の昔の同じ世代のバイクよりも全然調子いいです。もう何しろ寒い朝に一発で始動するっていうのは本当に素晴らしいですね。売るにあたってですね、私も新調機したいので実は毎日乗ってます。毎日乗ってます。で、グーバイクの方で、2万7000キロってあったんですけど、今311キロ追加されてます。これ私がテストで乗った距離です。まあもうちょっと伸びると思いますけど、遠方の方に売れる場合もあるので、いろいろ乗りながらチェックしてるんですね。今のところ僕が少し疑問に思ったような場所は全部、調整したり交換したりしてますので、なんでこの悪いところが出てないです。むしろ非常に良いです。あんまりですね、板車でトラブルが出てないと気持ち悪いんですね。まあ気持ち悪いけど、別に性能がいいの、状態がいいのはいいことなんで、特におかしな真似はしてませんが、申し訳ないんですけども、ハンドル全然切れないバイクなんでぐるぐる回れません。なので今日はですね、ちょっとエンジンかけるだけで終わってしまうんですけども、まあそんなんでもですね、多分
多少なりともですね、まあ、どっか乗ったことがない人でも噂を聞いた人も含めてなんですけど、投資と安定性、それからこのアイドリングのリズムでの何ですかね、安定性というんですか、演奏しないですね。でエンジンの状態がいいか悪いかっていうのはアイドリングに似てます。きちんとアイドリングを一定のリズムで刻めるかどうか、ツーストなんか特に顕著ですね。燃焼状態は悪いってツーストは本来なので、アイドリング安定するツーストっていうのは非常にいい状態です。まあ例えば、まあ、これフォーストですけどね。非常にいいと思います。あと吹けもよろしいです。今ので全然4000回転ぐらいで、レブは1万1000です。そこまでいったら大変にうるさいのでやりませんけど、走ってる時にやっぱ上まで回すと結構面白いですね。なんか下でトロトロ街中を走ってるのと上の回転域でですね、ぶっ飛ばすのと全然違うバイクになります。あと乗ってると後ろが見えません。ミラーありますけど自分の腕しか見えません。まあこれもいた車ならではなんですけど、非常に可愛いやつです。おしゃれです。というわけでですね、ほとんど私の喋りになってしまったんですけど、ラグボーレンレプリカ、私ラグボーレン、あまりよく知らないんですが、レプリカの 400SS です。珍しいです。これ1台しかありません。もう出てこないと思いますけれども、はい、ちなみに表示の金額はですね、全部込みの金額です。車検も付きです。自賠責も重量税も付きです。免許変更は自分でやってください。それから、遠方の方で陸送が必要な場合は陸送費用が運送屋さんにかかります。私に払うものではないです。でよく買うっていうとですね、会社なんか特に15万ぐらい乗せてきます。腹が立ちますね。買うって言ってからお金乗せてくるの。うちそういうこと絶対やりません。うちでもらうお金はもう標準金額のみの総額表示でやってます。これ多分グーバイクの中でうちだけですね。うちの店だけだと思います。あとアップガレージとかのですね、車体の形はしてるけどもボロボロの中古部品扱いのバイクですね。ああいうのだったらまあそのままで値段売ってくれるようなんですけども、うちはそういう、まあ、ボロボロの部品を売ってるわけではないんで、ちゃんと走る車体売ってます。というわけで、まあ、気になる方いらっしゃったら電話もしくはメール、直接来ていただいても構わないです。はい、試乗はちょっとご遠慮いただいてます。事故っちゃうので、はい。というわけでドカティ 400SS ですね、ZDM400J、車検は2年、約2年ついてます。どうぞですね、この機会によろしくお願いします。